デビッド・ペインは、アメリカ合衆国の陸上競技選手。専門は110メートルハードル。一発勝負には弱いが、予選、準決勝、決勝とラウンドをこなしていく大会には、強い選手である。オハイオ州シンシナティに生まれ、後に、一家は、同州ワイオミングへ引っ越した。陸上競技を始めたのは、高校2年生の時である。ペインは、 シンシナティ大学在学中、110メートルハードルと400メートルハードルを専門としていた。大学生時代、アメリカの学生陸上競技大会カンファレンス、USA にて多数のタイトルを獲得し、2004年の大会では、模範選手として最優秀選手賞を受賞した。また110メートルハードルと400メートルハードルの両方で、 シンシナティ大学の学内記録を打ち立て、二度全米大学体育協会の110メートルハードルの部を制している。2004年にシンシナティ大学を卒業。フロリダ州クレアモント在住。2007年のパンアメリカン競技大会では、ダイロン・ロブレスに次いで銀メダルを獲得する。同年大阪市で開催された世界陸上競技選手権大会では、予選と準決勝で、 自己ベストである13秒02を記録、決勝で、銅メダルを獲得した。この大会には、本来、全米選手権で4位だったペインは、出場できなかったのだが、アメリカ代表のドミニク・アーノルドが怪我で出場できなく、なったことにより、8月27日に電話で召集され、翌8月28日夜に、大阪入り医師、 さらに翌8月29日の予選に出場するというハードスケジュールだった。緊急招集での出場であったため、本国アメリカのマスメディアからも、お前、誰なんで走ったのと質問攻めにあった。2009年世界陸上ベルリン大会にて2008年の全米選手権では、自力でオリンピックへの出場ギップをつかみ、同年に、 中華人民共和国で開かれた北京オリンピックでは110メートルハードルでシーズンベストとなる13秒17を記録して銀メダルを獲得した。この時の金メダリストはキューバの選手で世界記録保持者のダイロン・ロブレスであった。2009年は大半の室内競技会への出場を見合わせオリンピック出場時の調子を取り戻して 同年の全米選手権に110メートルハードルに出場し、ドイツベルリンで開催される世界陸上競技選手権大会への出場を決めた。この試合でペインは写真判定の上0.003秒差の13秒115でテレンストランメルに新勝した。トランメルは北京オリンピック出場者で世界陸上大阪大会の銀メダリスト またかつての110メートルハードルの全米覇者である。トランメルは最終ハードルでペインに追いつき追い抜いたと思われたことからペインの勝利は大いなる驚きを持って受け入れられた。なお、世界陸上ベルリン大会ではトランメルに同タイムで敗北、同メダルだった。ありがとうございます。